白く見えますね。この間暖かったですけど、薬つけるようになってすぐ赤いのは効いたんですけど、ただその道着の皮膚がね、かぶるまで、うん、まだ時間はかかるよね。時間かかるし、この子がまた喋っちゃうと逆に知らんじゃない。じゃあ、前進と今の左の前足、はい、ちょっと選手でしょ。今かけたのはね、皮膚の傷とか皮膚感の薬だけど、うん、まあこれは何、水がだから基本濡れちゃうからさ、もちろんね、これは出さないです。102分だよね。でかなり少なくなりますね、うん、これで調子がいいといいんだけどな、うん、これは、まあ、これ気候もやっと暖かくなってきますね、今日から、うん、そうですね、かなりで春らしくなってきますね、桜が黒の年齢もだいぶ距離で咲くんじゃないですか、ね、遅いですよね、今年ね、今年遅かったですね、寒かったですね、週途中よく冷えましたね、あれですよ、入学式もちょうどいいかもしれないですね。ああ、そうね。そういう風にね。もう最近、もう入学式もちっちゃくしてますね。16分の1でプレー。はい。ドグリが100。はい。で、3週間だよね。日光浴を嫌がるってどういうことなんですか？いや、伸びて。伸びて嫌だっつって。うちだと背中は日光に当たってもらってるんですけど。ええ。なんだこれ。大丈夫なんですか？自民党の人だけはじっとしてるんですよね。思い出しちゃうんだよね。バスバスバス。はい、じゃあこちらやる。はい、まあ、あのピンクのやつね、薄いやつ、もうやるとしても薄いやつですからね、あの今やったのなんて 0.5 だから、こいつが何パーセントだっけ、 0.5、 10倍希釈、10倍以上の希釈、薄いのでやってください、もうこういうのではやらんでください。はい、じゃあ、通常します。9ミュート3ですね、はい。